手術して抗がん剤1回した後に眉とまつげが抜けるっていうことがやっぱり髪の毛が抜けることよりもショックで、描けばいいっていうのが思いつかなかったんですよね。やけどで左眉が内側しか生えてないんですけど、メイクすることで誰かの目線から恐怖を感じなくて済むような安心感を得られるんじゃないかっていう。動静脈奇形といって今難病指定にも入ってるんですが、その病気だっていうこと分かりました。もうこの顔どうやっても、もう変わらないだろうっていう思いの方も多くて、凹凸よりもなんかその赤みが気になる。カバーメイクアップを始めたきっかけっていうのは、眉の描き方とかやっぱりちゃんと知ってると病気になっても普段の自分に近いものを取り戻せる。だからこう人に会うのが怖くない。僕がメイクしようと思ったきっかけとかは、怪我をしてすごく対人恐怖症に陥ってた時期がやっぱずっと長くあったんですよ。そういう気持ちが根底にずっとあったので、まあ何かしらの前向きになれるきっかけになるんじゃないかなと。化粧していただいたら全然こうまだ化粧できるやん。今の自分じゃなく、その今までこの病気になる前の自分に戻れたっていうのもあったのかもしれないですね。化粧でこんなに変わるんだなっていう。化粧品開けた時にこうほんのり香りがあって、すごくこうなんだろう、気持ちが華やぐっていうか、ほのかな香りに癒されるっていうか、化粧品の香りってすごい効果があるんだなってその時感じました。もし僕に急にファンデーションとか渡されて、はい好きにやってって言われても最初は絶対できなかったはずなんですけど、そういうのを教えてくれる場所があるよっていうのをちゃんとたくさんの方に知ってもらうことがまず一番清潔かなって思いますね。カバーっていうものがここまで変わるんだっていうびっくり、もう本当に母親はすっごく嬉しがってたのが印象的です。うん、もうしっかりメイクしないとって、こんだけ綺麗になれるんだからって。外に出る時にお化粧すると自分の気分も上がるし、出かけるのがどんどん楽しくなるんですよね。お化粧してるとすごくこうなんだろう、心がときめくっていうか。メイクして家族の写真で見てもらったことがあるんですけど、母親はまあベタ褒めでしたね。いいやんいいやん。全てを取り戻すっていうわけではないですけれども、マスクを外せる自分になれたっていうのは大きいですね。家族でみんなで旅行に行きたいです。うん、あったかいところに暖かいところ